ボイズ TV。 はい、おはようございます。今回は滋賀県にある JR 米原駅に来ております。今回は米原駅から特急琵琶湖エクスプレス1号に乗って終点の大阪駅まで行きたいと思います。特急琵琶湖エクスプレスは2003年から米原大阪間を東海道本線経由で運行している特急列車です。特急琵琶湖エクスプレスは通勤需要に特化しているため、平日の通勤時間帯のみ運行されています。2003年まで運行されていた座席定員制の快速列車琵琶湖ライナーを特急列車に格上げしたものになっています。特急琵琶湖エクスプレスは1号と4号が特急サンダーバードの間合い運用で683系が使用されており、2号が特急浜風の間合い運用でキハ189系が使用されています。こちらが今回乗車する特急琵琶湖エクスプレス1号の特急券です。始発駅米原から終点大阪まで乗車します。米原から大阪まで1時間28分の乗車です。米原駅の改札口までやってまいりました。今回使用している乗車券は名古屋市内から名古屋市内までの乗車券です。こちらの切符で改札の中に入っていきたいと思います。今回乗車する特急琵琶湖エクスプレス1号6時3分発大阪行きは3番乗り場です。3番乗り場に行きたいと思います。特急琵琶湖エクスプレス1号大阪行きは普通列車網干行きが発車した後、発車の1分前6時2分頃に入線します。こちらが今回乗車する特急琵琶湖エクスプレス1号に使用される JR 西日本の特急型車両683系4000番台です。683系は2001年に特急サンダーバードで運行を開始し、2003年に特急しらさぎ、2005年に特急白鷹にも使用されるようになりましたが、こちらの683系4000番台は2009年に運行を開始した683系の中では新しい区分になっています。他の683系は3両、5両、6両という編成単位になっているのに対し、こちらの683系4000番台は9両貫通編成になっています。683系2000番台の付属編成3両と増結して12両編成で運転することも可能です。私が指定したのは6号車です。6号車乗車口から車内に入っていきたいと思います。
1号大阪行きです。列車前から9号車、8号車の順に、一番後ろが1号車です。1号車はグリーン車指定席、2号車から9号車は普通車指定席となっております。電車指定席の特急列車です。自由席の設定はございませんので、あらかじめご了承ください。ご了承ください。お手持ちの乗車券、IC カード、定期券の他に指定席特急券が必要です。あらかじめお買い求めなのでご了承ください。これから先、彦根、大宮地区、安田、森山、草津の順に止まります。草津から先は後ほどご案内いたします。車掌は JR 西日本の秀吉が終点大阪までご案内いたします。ご用の際はどうぞ気軽にお越しください。次は彦根です。6時8分の到着、出口は左側です。左を出ますと大宮地区に止まります。
2番乗り場へお越しください。
ご乗車ありがとうございました。草津です。お出口は右側です。
宿に停まります。7時8分33番乗り場、高速新都府新富士駅方面普通奈良行き7時12分9番乗り場から発車いたします。
京都で降りのお客様、電車内にお忘れ物、落とし物はございませんでしょうか。今一度お座席の周り、荷物棚の上をお確かめの上、降りください。今日は通勤特急琵琶湖エクスプレス1号大阪行きをご利用くださいましてありがとうございました。皆様のまたのご乗車をお待ちしております。京都です。降り口は右側7番乗り場に着きます。
線各駅に停まります。普通急行駅行き7時に乗車しますので2番乗り場へお越しください。普通急行線東京スーパーファクトリー地方北吉行き7時30分着きましたホーム9番乗り場でお待ちください。関西空港へ入ります。関空特急はるか7号関西空港行き7時47分3番乗り場からの発車です。新幹線地下鉄の船の乗り換えです。新幹線ご利用のお客様は2階乗り換え改札口までお越しください。階段エスカレーターはホーム中ほどにございます。車内にお忘れ物はございませんでしょうか。今一度お座席の周り荷物などの上をお確かめの上お降りください。今日は通勤特急ビアコエクスプレス1号大阪行きをご利用くださいましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております。終点大阪。
大阪です。お出口は左側です。米原から1時間28分、終点の大阪に到着しました。今回は米原から大阪まで特急琵琶湖エクスプレス1号に乗ってきたという動画でした。特急琵琶湖エクスプレスは米原・草津方面から京都・大阪方面への通勤に便利な列車になっており、 JR 西日本の予約サイト e-ご予約を使うことで様々な割引を受けることもできますので、皆さんもぜひ特急琵琶湖エクスプレスに乗ってみてください。今回の動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。